漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。はい、というわけでガチャも引いたし元気に新イベ周回中です。今回のイベントは2ラウンド構成の、クエストばかりなので、テンポよく周回ができて、べちょべちょのあれ集めもはかどりますな。べちょべちょのあれを集めてるって、考えると気分もあそこも、なえますがね。わら、とりあえず、私のイベント初日18時現在の、進行状況でございますが。ようやくゴールデンバウムをスタイル召喚し終わったところでございます。これからミッションやらなんやらをこなして、ゴールデンバウムの50を、作っていきたいところでございます。というわけで、今回は新イベント高速周回シリーズでございます。と言いましてもさすがに全部特攻で、高速周回は思いつきませんでしたので、ある程度妥協していただく、必要がございますが、今回ご用意いたしましたパーティー編成は、特攻1枠で2ターン周回できる編成と、特攻3枠で3ターン周回できる編成とを、ご用意いたしました。それでは早速パーティー編成の、ご紹介と参りましょう。はい、まずは特攻3枠3ターン周回編成の方からでございます。基本、私は、こちらの特攻プラス 120% で周回しております。が、特攻にこだわらないのであれば、ヴァンパイアレディのところに、育ってる体術スタイルを、編成すれば、もっと楽に周回できるかと、思います。もう見飽きたと思うメンツで、大変申し訳ないのですが、今回の高速周回も、ジョートバルテルミーが大忙しでございます。フランベソルベとアバドンハンズの、相性が良すぎなんですよねー。というわけで、ラウンド1はジョートバルテルミーの、2手で突破。ラウンド2は全員技を、ぶっ破して突破する、といった感じです。さすがにこのメンツではラウンド2を、突破するのに2ターンかかるので、トータル3ターン周回になってしまいますが。パーティーメンバーのステータス、エレンは、スタイルレベルがまだ30そこそこです。エレンの装備。もういつ取ったかも覚えてないイベントドロップの、斧ですな。イベントが一段落したらメイン周回して、新しい斧を、取ってきます。敵さんの残攻撃がかなり痛いので、残耐性をアップしております。そしてエレンには一応腕力アップの、装備をさせております。技構成はそのまんま、現在絶賛育成中でございます。続きましてヴァンパイアレディー、ステータスはこんな感じでございます。こちらの装備も残耐性を上げて腕力を上げるようにしておりますが、まあ弱点が取れないんで対して火力は期待できません。ただ特攻を盛るために存在しているような感じですな。こちらの技構成もそのまんま、絶賛育成中でございます。私はアザミですが、火力の出せる体術スタイルなら何でも OK です。そういや、アザミも去年の夏から新スタイル出てませんねー。装備はとにかく残耐性を上げつつ、素早さを上げて火力アップです。技構成はこんな感じでございます。高速周回には欠かせない人その1、お嬢。説明不要ですな。知力を上げてフランベソルベ撃つだけです。ジージもやること一緒ですな。ストーリーでは共演することなかったですが、クエスト周回では共演しまくりでございます。そして技構成、まあアバドンを、ぶっ破するだけのお仕事でございます。陣形はカラフルレンジャーズ。以上のメンバーでお届けしてまいります。一応副防具だけ付け替えておきます。ほぼ意味なしですが、わら。
ラウンド1は2手で突破。まさかエレンが盛大にミスってくれるとは思いませんでした。わら、まさかのラッキー連携でした。これがなかったら4ターンになってましたな。とまあこんな感じで3ターン周回可能でございます。今回はちゃんとミスらずいけました。特攻ポイントは下がってしまいますが、こんなのもやってみました。一応 SSS 技持ってますからね、育てば火力枠として使えると思います。いけますな。あと少し育てて、アドミのところに編成してみようと思います。では続きまして2ターン周回編成のご紹介でございます。まあ特攻1枠なので需要があるかわかりませんが。はい、さっきの2人にママとブーケ、エレンは添えるだけでございます。ボスでしっかり火力を出してもらうために、リズとブーケを3、4に配置してます。以下の気分次第でエレンは動くことなく、終了でございます。わら。一応、リズとブーケのステータスと装備も、お見せしておきますね。紹介してから気づきましたが、結構適当ですね。わら。陣形はアニマストリームでございます。早く回って追加ドロップを集めたいときは、この編成って感じですかね。
が4回出てくれたらエレン動かず終了って感じですかね。まあ育成中なんで動いてくれる方がありがたいんですが、という感じで基本2ターンで周回することが可能ですね。まあ今回の動画は以上です。お役に立てましたら幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。